さあ時刻は7時24分を回っています。大手新聞各紙を見ていきましょう。まあもちろん、はい、各紙ともに大統領トランプということで、マスメディア何やってんだっていうツイッター多かったですよ、間違えましたって言いなさいって。確かにアメリカの、ね、主流メディアも全てもうヒラリーって言ってましたからね。それでですね、はい、今回は各紙のコラムが一体どのような論調なのかっていうのを取り上げてみたいと思います。東京新聞ですね。東京新聞こちらバン、事前の世論調査ではクリントンさんが上回っていた、おそらく調査に嘘をついた人が大勢いる、差別的なトランプさんを支持するとは口にしにくい一方で、心のどこかで異端の候補が煽る移民やイスラム教徒への憎悪や強さに惹かれて最終的に票を入れた、現状への不満や怒りは目に見えぬところでアメリカ全体特に白人層に深く静かに浸透していた。実を言うとこれ白人のまあ過激な保守主義者の皆さんは随分前から我々白人が生まれながらにして差別主義者だというレッテルを貼られることが本当に嫌なんだと言っていたと。だからもう多様性だよねって押し付けるなということを心の中で思っていた、はい、そうした中朝日新聞です。じゃん。トランプ氏を押し上げたのは IT 化やグローバル化に置き去りにされた人々だという、彼らの不満と不安は現実だが既成の政治家に救い上げられることはなかった、破れかぶれでもトランプ氏による変化にかけたのだろう。今回もシリコンバレーなどの IT 企業家の皆さんはトランプ反対ということで署名まで提出していましたが、そういうのが嫌なんですよというアメリカ国民の皆さんの声、いろいろありますね。読売新聞いきましょう。こちらです。じゃん、宮瀬さん、これです、はい、熱狂を病気に例え後悔を薬に見立てたのはビアス、悪魔の時点である、足元の地面が崩れアメリカ国民に苦い薬が入るようにならないか心配は尽きない、日本にとっても予測のつかない時代が始まるということで、読売新聞やっぱりちょっとやや上から目線っていうかアメリカ国民は気づいてないねという話でした。そして毎日新聞は先ほど保護主義という話がありましたが、僕はそれを聞いた時にパッと思い出しましたのがやっぱり第一次世界大戦直前のアメリカの姿ですよ。やはりその経済大国になって保護貿易主義に走ったと。そうした中、まあ、第一次世界大戦終盤には参戦しましたけども、その後世界のね大戦を招き入れることにもなっていったと。で、まあ、第二次世界大戦後はまあそのさらにまあ自由貿易こう進めていくっていうのは、つまりその軍事面での安全保障じゃなくて経済的な結びつきっていうのは非常に安全保障策としても重要だよねということだったわけですね。はい。